ヘルニズム期の劇場古代イギリシアの演劇、または古代イギリシア劇は、紀元前550年頃から紀元前220年頃の古代イギリシアで花開いた演劇文化である。都市国家アテナイは、当時の文化、政治、軍事の中心地であり、そこでディオニューソス人の祭りであるディオニューシア祭りの一部として演劇を上演することが制度化された。そこで生まれたのが悲劇。 喜劇、サチュロス劇という三つの儀曲のジャンルである。文化的一体感を醸し出すため、アテナイは植民地や同盟国にこの祭りを積極的に広めた。西洋の演劇はアテナイに発祥し、その儀曲は西洋文明全体に大きな影響を与え続けた。ギリシア悲劇を意味するトラジェリーという単語はギリシア語のタウローアルファーガンマデルタアルファーに由来し、 これは二つの単語、タウローガンマとデルタを組み合わせたカバン語である。また、後者の単語は、イプシロンデルタイプシロンヨタニューから派生した単語である。この語源は古代のディオニューソス信仰の監修との関係を暗に示しているともされる。しかし、その儀礼が悲劇や悲劇の成立にどう関わっているかはよくわかっていない。ギリシア悲劇は、 紀元前532年の数年前にアテナイで生まれたとされており、テスピスが最古の劇作家として記録されている。テスピスはアテナイ初の演劇コンテストの優勝者であり、アッティカとその周辺で、主に地方のディオニューシア祭りで合唱されるディトゥーランボスのイグゾア館だった。テスピスの時代にはディトゥーランボスはその信仰的起源からかなり発展し、 かけ離れたものになっていた。英雄女子誌、ドーリア風の合唱女上誌、詩人アリオンの革新といったものに影響を受け、物語的あるいはバラッド的ジャンルになっていた。テスピスはディトゥランボスから悲劇への転換の最後の一押しをしたと思われる。それは物語をすべて合唱で歌うのではなく、一人の人物を追加してその人物が自らセリフを喋るようにしたものだった。 このため、テスピスはよく、悲劇の父と呼ばれるが、その信憑性には疑問が呈されており、ギリシア悲劇の作者を年代順に並べた時に16番目とされることもある。例えば政治家のソロンは、登場人物が自らの声で話す詩を書いたと言われており、ゴメイロスの女子詩を暗唱するラプソドスは、紀元前534年より以前には、祭りでよく見られた。したがって、 テスピスの戯曲の進歩についての寄与は不明瞭としか言えないが、彼の名は役者全般を指すセスピオンという単語に残っている。戯曲的な講演がアテナイ人にとって重要だったことは、都市のディオニューシア祭りにて悲劇の競技会が行われたことからも明らかである。クレイス・テネスがその少し前に定めたアッティカの部族の結束を強めるという意味もあったとされている。 祭りでの悲劇のコンテストは、紀元前508年頃から制度化された。紀元前6世紀の悲劇の脚本は現存していないが、デスピスの3人のライバルの名は分かっている。彼らはそれぞれ、ギリシア悲劇の発展に何らかの形で貢献している。プリニコスについては、若干分かっていることがある。彼は、紀元前511年から、 紀元前508年の間に初めてコンテストで優勝した。彼はダナオスの娘たち、フェニキア人女性、アルケースティスといった全世紀にも多用されたテーマの悲劇を生み出した。彼は史実を死の主題とした最初の詩人でもある。紀元前493年から492年の作品ミレトゥスの陥落はペルシャ人に征服された後のミレトゥスの町の運命を 記したものである。ヘロドトスはアテナイの人々はミレトゥスの出来事に深い悲しみを抱いていた。特にプリュニコスのミレトゥスの観楽と題した演劇が上演されると劇場全体に泣き声が充満した。彼らはプリュニコスが、またプリュニコスは演劇に女性のキャラクターを初めて登場させたと言われている。ヘルニズム時代になるまで、 悲劇はディオ・ニューソスに捧げられる形で書かれ、一度だけ上演された。そのため、後に古い戯曲を再演するようになった時十分に、記憶されていた作品だけが後世に伝えられている。紀元前480年、ペルシャ帝国がアテナイ市街を破壊した後、街とアクロポリスの再建の際に劇場が作られ、演劇がアテナイの文化に重要な位置を占めるようになった。 この世紀はギリシアの演劇にとっての前世紀となった。ディオニューシア祭りは毎年冬と春に一回ずつ行われ、その最大のイベントとして3人の劇作家の作品をディオニューソス劇場で上演して競わせた。それぞれの劇作家が3本の悲劇と1本のサチュロス劇を出品する。紀元前486年からは悲劇も出品されるようになった。アリストテレスによれば、 アイスキュロスが二人目の俳優を追加し、ソポクレスが三人目の俳優を追加したという。古代ギリシア劇では、演者が三人を超えることはなかった。ギリシア悲劇とギリシア喜劇は全く異なるものとみなされ、両方を融合した劇が作られることはなかった。サチュロス劇は、悲劇が扱う神話を主題とするが、純粋に喜劇的作法で書かれている。しかし、 アテナイの一世紀以上にわたる前世紀を経て書き継がれてきたとき、ソポクレスやエウリピデスといった劇作家が同じように作品を分類していたかどうかは不明である。ペロポネソス戦争でスパルタ側に敗北したことでアテナイの力は弱まった。その後、劇場では古い悲劇の再演が行われるようになった。演劇の伝統は全世紀ほどの勢いを失っていたが、古代ギリシア劇は ヘレニズム期にも続いた。ただし、ヘレニズム期の演劇の中心は、悲劇ではなく、新喜劇となり、一般市民の生活の中の滑稽なエピソードを扱うようになった。この時期の有名な劇作家としては、メナンドロスぐらいしかいない。新喜劇は、ローマ喜劇に影響を与えたという意味で重要である。その影響は、プラウトゥスやテレンティウスの現存する作品に見て取れる。 古代ギリシア劇には最大50人ほどのコロスが付き物で朝から夕方まで音楽を伴う韻文で劇を上演した。演劇を行う場所は単純な半円形の空間、オルケーストラで、そこでコロスが踊り歌う。オルケーストラの大きさは直径が78フィート前後で丘のふもとの平らな場所を使い、丘の斜面をテアトロンと呼ばれる観客席とした。後に、 テアトロンとオルケーストラとスケーネと呼ばれる背後の壁をすべてひっくるめてシアターと呼ぶようになった。コロスのリーダーをコリゴスと呼び劇の登場人物と対話できるキャラクターとして劇中に参加することがあった。古代の劇場の概念図、用語はギリシア語とラテン語で書かれている。合唱隊も含めて大人数が舞台に上がり観客も 最大1万4000人ほど収容できるようにするため、劇場はかなり大きなものだった。そうした劇場の建設にあたっては、数学が重要であり、設計者は音響も考慮して、演者の声が最高列の観客席まで含めた劇場全体に響くようにする必要があった。古代ギリシアの音響技術は、現代の最先端と比較しても勝るとも劣らないものだった。 当初の観客席は木製だったが、紀元前499年頃に他の斜面に石のブロックを埋め込むようになり、高級的なしっかりした席が作られるようになった。そのような観客席をプロドリアと呼び、新館や最も尊敬される市民がそこに座った。紀元前465年、劇作家はオルケーストラの背後の壁を使った劇曲を書くようになった。また、 そこを演者が衣装を着替える場所としても使った。これをスケーネ、またはシーンと呼んだ。登場人物の殺害シーンを観客に見せることは不適当とされていたため、登場人物の死はスケーネの後ろから告げられた。紀元前425年、パレスカナイアと呼ばれる石造りの背後の壁ができ、スケーネを保管するようになった。パレスカナイアは左右に張り出した長い壁で、 出入り口もあったと思われる。パレスカナヤのすぐ後ろにはプロスコーニ園がある。プロスコーニ園には円柱があり、現代の劇場のプロセニアムに類似している。現代のプロセニアムは監修と舞台を分離するものである。それはステージの周りのフレームであり、写真フレーム内で演技が行われているように見せる役割を持つ。ギリシア劇場には 俳優やコロスのメンバーが入場するためのパロドス、エーソドスと呼ばれる通路がある。パロドスとエーソドスは高いアーチでオルケストラと外をつないでいる。紀元前5世紀末のペロポネソス戦争の頃までにスケーネは2階建てになった。その2階部分をイピスキニエンと呼ぶ。劇場によってはオルケストラに一段高くなっていて、そこで俳優らが喋るところがあり、 これを、ローグイオンと呼ぶ。ギリシア劇場では一般に、以下のような要素が使われていた。ハドリアヌス帝のビッダのモザイクに描かれた悲劇を呼び、悲劇用の仮面ギリシア語では仮面を、ペルソナと呼び、アテナイでのディオニューソスの礼拝の重要な要素であり、儀礼や祝典で使われていたと思われる。証拠のほとんどはわずかに現存する、紀元前5世紀の壺の絵柄によるもので。 神の仮面が木から吊り下げられ、その下に装飾されたローブがかかっている絵柄や、サチロス劇の準備をする役者らを描いたプロノマスの壺などがある。仮面は有機素材で作られていて長持ちするものではなく、使い終わるとディオニューソスの祭壇に捧げられたため、現存していない。いずれにしても、アイスキュロスの頃から仮面が使われており、古代ギリシア劇の特徴の一つとなっている。 コロスは登場人物が考えていることを代弁して観客に伝える役目を持ち、12人全員が一人の登場人物に対応し、同じ仮面をつけていた。演劇用の仮面が描かれた絵を見ると、顔面全体と頭を覆うヘルメット状の形であり、カツラと一体化していて、目と口の部分に穴がある。興味深いことに、演劇の最中に役者が仮面をつけた状態を描いた。 絵はなく、劇の前か後で役者が仮面を手に持っている絵しかない。それらは、観客と舞台の境界、神話と現実の境界を描いたものである。仮面が顔に溶け込むことで、役者はその役になりきると考えられていた。実際、仮面はセリフを覚えるのと、同程度に役者を変えた。古代イギリシア劇では、仮面をつけた役者とその劇の登場人物とを同一視していた。 仮面製作者は、スコイアポスと呼ばれており、仮面だけを作っていたわけではないと思われる。仮面は、軽い方が良いため、人望、または動物の毛をカツラに使い、アーザブ、皮、木、コルクなどを使って作っていた。仮面をつけると視界が限定されるため、役者は耳が聞こえないと演じられない。そのため、耳を隠すとしても、仮面で耳を覆うことはなく、 自分の髪の毛で隠していたと考えられている。仮面の口の部分の開口部は小さく、役者自身の口が見えるのを防いでいた。1960年代には仮面がメガホンの役割も持っていたという説があったが、バーベインとワイルズは開口部が小さいため、その説は成り立たないとしている。ギリシャ人の仮面製作者、サノス・ババリスは仮面が共鳴装置のように働いて、 声の音響特性を強化するのではないかと示唆している。これによってエネルギーと存在感が増し、役者がその役になりきることをより完全にすると考えられる。アテナイのディオニューソス劇場のような大規模な野外劇場では仮面が顔の特徴を誇張するようになっているため、監修は遠遺跡からでも登場人物を識別可能だった。役者は舞台に出てくるたびに、 別の役を演じることがあったため、仮面をつけることで観客が混同することを避けるという意味もあった。また、性別、年齢、社会的地位などの識別にも役立ち、さらに同じ人物の見た目の変化も仮面で表すことができた。特定のイベントや劇でのみ使う仮面も作られた。例えば、アイスキュロスのエウメニデスに登場するエリーニウス、エウリピデスの バッコスの新女に登場するペンテウスやカドモスである。コロスは同じ仮面をつけることで一体感と均一性を演出する。悲劇的運命の役を演じる役者はコザーニスと呼ばれるブーツを履き、他の役者より背が高い状態で演じた。悲劇的な役を演じる役者はソックと呼ばれる底の薄い靴を履いた。このため演劇のことをソックバスキンと呼ぶことがある。 女性を演じるとき、男性の役者が、プロステアナだと呼ばれる木製の偽の胸を身につけ、腹部には、プロガストリーダと呼ばれるものを身につけた。ムーサの一柱メルポメネーは、悲劇を司り、悲劇用の仮面を持ち、コザーニスを身につけた姿で描かれることが多い。悲劇を司るタレアも、悲劇用の仮面やソックと共に描かれることが多い。ありがとうございます。